はい。皆さん、こんにちは。非常識な経営コンサルタント、高橋孝子です。本日のテーマは、デジタル AI 集客全盛時代のアナログ戦略の進めということにお伝,えしことでお伝えしていきたいと思います。えっ、ー、と、今日はですね、あのー、ちょっとあの、まさにこの動画を撮っている今日なんですけれども、えー、Facebook でですね、私に、えっ、ー、と、成りすました 第三者詐欺的な行為を働くっていうことを受けてデジタルの時代だから私が私であることをどうやって皆さんに認知してもらうのがいいんだろうというふうに考えて思いついたタイトルになります、まあ、あのもしかしたら正確な答えじゃないかもしれないんだけれどもうんとそれをこう考える一つのこうきっかけとして この内容は今後も入ってくるトレンドになる話なんだろうなっていうふうに考えたのでちょっとねお伝えしていこうかなと思いまして動画を撮っておりますのでそんな感じで見ていただければと思います、えー、とデジタル AI の集客先生時代のアナログ戦略ということですね、はい、こちらをじゃあちょっとねお話をしていきたいと思いますではあの本題に入るんですが じゃあまず事の経緯をね説明しないとこの話にたどり着く話がわからないと思うのであの説明するんですけれども、えー、と実は私が、えー、とちょっととある、えー、とこうプロモーションをやったんですでそれがどんなプロモーションかっていうと,、えー、と私最終的には私の講座に興味がある方が寄ってきてくださればいいという。 ゴールでではあるんですけれどもその手前のところで皆さんにめちゃくちゃ有益な情報として、えー、集客のお話とかですね、まあ、あとは事、あのー、業年数別の課題とかどういうふうにそれを対処したらいいのかっていうのをお伝えする無料のプレゼントをキャンペーンしたんですよ。本編のの方でで、えー、枚ぐらい PDF 90分ぐらいとあと特典の方の合計でも40ページぐらいの PDF でやっぱり60分ぐらいとかまあうん、結構もうちょっとか90分ぐらい3時間ぐらいの内容まあ、普通にセミナーでやったら普通に1万円とか2万円弱とか取れるような内容を無料で配ったんですよ。でこれを、まあ、やっった理由っていうのは、えーっ 私という人コンサルタントの存在をより広く知ってもらうための認知の活動であるっていうことが1点目です目的としては。で質のいいえこんなの無料でいただけるのっていうレベルの無料のものを配ることによって。 その後ろ、当然、私はあの有料講座とかも持ってますからそちらに興味を持ってもらえる人が一定数いればいいしかも、その人が自分から行動して動いて私の方に寄ってきてくれればいいというための私を見てもらうための、まあ、お試し的な要素がある内容の配布のプロモーションだったんです。で Facebook っていいいいうううのは、あのー、いい意味で、そのどういう方が、 私の友達とかですね私のメルマガを読んでくれていたりとか LINE とかに登録してくださっている方とか、まあ、いらっしゃるんですけれども業種業態がどんな形の方がいるかっていうのを見たかったんで,でその業種業態もコメント欄に書いてくださいっていうことであなるほどこういう資料を欲しい方はこういう方たちなんだなっていうのもすごくよくわか,かった非常に盛り上がったキャンペーンだったんですよ。 で多分、それに目をつけた悪い人たち、まあ、詐欺集団私は多分一人じゃないと思っているんですけれども、まあその方、まあ、もしかしたら一人かもしれないけど私集団と言ってますががいてですねちょうど私のキャンペーンの終わりを狙って、えー、ご丁寧にですね私のヘッダーをコピーし私のそのキャンペーンのバナーとかもコピーして でプレゼントを差し上げるっていうのが最後になっていたのでその内容を書い,書いてで詐欺サイトをちゃんと作っておいてですねそこにクレジット番号の名前を登録させる無料ですからみたいな要は私がプレゼントを差し上げますでもその、えー、っとサイトっていうかクレジット番号を あのお金は落ちないけど登録しろというなんか日本語にしてはめちゃくちゃ変な日本語をの,あのサイトがあるんですけどそれをフェイスブックのアカウントを、えっと、私は高橋孝子って漢字なんですけどアルファベットで,で作り直してでそれ作り直してっていうか、まあ、その詐欺師が作ってですねで新しく作ったアカウントで私の。 友達、友人の、まあ、5000人以上いるんですけれどもそこに対してどんどんメッセージを送っていってるんですよプレゼント当たりましたプレゼントしますよこのサイトのところにクレジットカードを登録してくださいいやいかにもいかにも詐欺サイトなんですよで日本語もちょ,ちょっと変だしなん、まあ、とか通じないことはないけどちょっと変な感じ なな感じなんですよだけど、私の写真減った丸ごと、まあ、コピーできますからね、普通にね。で撮って私のバナーを貼り付けてでプレゼントっていうキャンペーンがちょうど終わる時期とぴったり合わせて配布しますからクレジットカードを入れてくださいみたいな感じで、まあ、私のことをねいい意味で信じてくださっているから、まあ、そこを多分。 あんまりよく見ないで「あ新しいアカウント友達つながってるのにんなんか新しいアカウントなのか」と思って「のっとりじゃないんですよあの新しいアカウントを作って偽,偽アカウントからの友人リクエストプレゼントキャンペーン当選しました」のカードを入れてくださいっていうとても巧妙によくできた内容だったんですよね。 だから、それがちょうどキャンペーンが終わって翌朝が発動してたらしくってで私、ちょっと最初寝てて知らなくてふっと見たら私の生徒さんからあのアカウントこのアカウントって先生のアカウントですか,なんかカード登録せよ的なことが書かれているって言われて違うとか思ってあの、えー、と詐欺サイトつって言って。 でそれを報告受けたから初めて分かったんですよ私は分かんないですよね当然ねでご丁寧に私のあのヘッダーバナーをですね使って怪しい日本語で普通と私と親しい人とかはもちろんスルーしたっていう人とか削除しちゃったとかいう方とかもいらっしゃるんですけれども、あのー、私にやっぱメッセンジャーを使って その時間帯レベルって発動して多分 2, じ 2, 2時間ぐらい経ってるレベルかなの時で10人ぐらい問い合わせ来てて詐欺です詐欺です、詐欺ですって言って慌ててフェイスブックの一番上のトップにこういうものが流れてきてるっぽいですけどこれ、私ではありません詐欺サイトです、えー、と番号を入れてないといいんだけどと思ったらやっぱり入れちゃってる人とかがいて早急にクレジットカード会社に。 あの言って番号を止めるつまり破棄するっていうことですね新しいカードを作ってもらう方がいいっていうことで,でそれが間に合わなくてなんか150円でよかったんですけど4回落とされたっていう人とかもいてでカード会社やっぱそれを話してカードを破棄して新しく作り直すみたいな感じで。 それを告知してどん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 知らせていかないと被害が拡大すると思ったのでもう無差別に私の友人リストに対してその私を語りその怪しいサイトに誘導しっていうのを乗っ取りじゃないんですよ私を語って新しく作ってアカウント取ってそしてご丁寧に私の友人リストにどんどんんどんどん。 それを流してこのサイトにに。登録するようにしかもプレゼントキャンペーンをやった終わった翌日の朝っていうタイミングまでご丁寧に合わせてきてまあ悪質だなっていう,ふうに思ってもうとにかく私ができることは私自身も被害者なんですけど皆さんにとにかく承認しないようにアンドカードを入れないようにを必死に伝える。 もうフェイスブックでちょっとなんか情報あったらくださいって言うとこういうの来ましたよとか報告とかこういうサイトですとか言ってグーグルにもこれは詐欺サイトですって報告してるけどまだそのまま残っちゃってるし人によっては私も LINE を使っているので多分それも見てたんだと思うんですけれどもその人のへんてこりんな LINE に登録させるように促すような文章とかもあったりとかですね。非常にあのー いい迷惑です <laughs>、あのー、私その対応で5時間使いましたからね午前中と午後の用事ちょっと飛ばしてそれが最優先事項で皆さんが被害が合わないようにする、あのー、のが第一優先だったんでも、まあ、ただ不幸中の幸いといえば私の家はあのフルスペックのマシン Windows のマシンモニター3台あってそれでまあそれなりに容量が大きいフルパワーの ものののののががあるるる使える状態の家にいる時にいい発覚したっていうのは不幸中の幸中いですこれ外で携帯で見たって対応がねそんなものすごい速度で文章を書いたりとかどん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 みんなの情報を集めながらそれを処理していくっていうのができなかったと思うので自宅で5時間使おうが自宅でよかったっていうのが不幸中の幸いだったんですよね。 でそれでひとしきり皆さんのメッセージも落ち着いて、まあ、あの登録しちゃった人はカードを変えてもらったりとかあのそういうお話をしたり、ね、あの親切に教えてくれた人にはコメントを戻したりとかそんなこんなをねやっていてまあ巻き込まれ事故みたいなものだったんですけれども当たったんですよ。で多分理由としてはやっぱり目立ったっていうところですね。でそれを書いたら えっとやっぱり昨日そういう目にあったとかクラウドファンディングでやっ,ぱやっていた人もその時系列を追いかけられてでそれのクラファンに乗っかるようになんかメッセージが入ったりとかあとは著者とかが著者さんってプロモーション結構組むんですよ私もそうなんですけれどもでそういうのをじーっと見てて。 でそのタイミングに合わせてそういうちょっと詐欺サイトに誘導するようなメッセージをメッセンジャーで送りつけるみたいなそんなのがフェイスブック上では、まあ、あの盛んだったようです私がそういうの気をつけてっていう,ふうに言ったらこういう事例もあったよっていうのが皆さん教えてくださったんですそれを、ね、シェアしたんですけどでじゃあ、その段において。 あの登録しちゃった人ってどういう人なのかっていうのが2パターンあって1つはネットリテラシーがあまりなく詐欺じゃないっていうのをそんなに疑わずに割と気軽に当たった指的な感じでポンってやってしまうタイプの人とあと逆に私を信じてるがゆえに私との人間関係が深かったがゆえにあごめんなさい深かったがゆえにもう普通に顔写真普通にやってサイト で高,子高橋 .jp とかなんかいかにも私っぽいようなアルファベットなんですけどね。でいうサイトでもう顔写真信じちゃってでそのまんま登録ちょっと日本語変なんですよちゃんと読めば。でやっぱり私と親しい人なんかは私そんな言葉遣いしないよねとかいきなりなんでカード登録させるんだろうってだって無料でプレゼントするって言ってるのにみたいな。 その内容が普段の私を知っているがゆえにおかしいなっていうふうに思うタイプの人はすぐに削除したりフェイスブックに報告したりまあ私に確認したりとかそういう対処をしてくださっているので被害にはあっていないんですよね。だから私の信用を使ってえー、っというん 私だと思わせてるわけだからそのまんま登録をさせちゃうっていうような感じでやってすごいねあの息通り、怒り怒ですね <laughs> 失礼しちゃう私の信用を使ってそのサイト登録させて詐欺働くっていうのがね。ここれが残念なことに たぶん今回プロモーションやっててあの人がわさわさ動いたりいろいろコメントくださったのを見てねその詐欺師が動いたんだとは思うんですけれどもご丁寧にサイトまで作ってるんですからねこれってでも誰にでも起こりうることでそれなりに人数が多いあれだったらでそれがたまたま今回フェイスブックですけれども、まあ、別にそれがインスタだろうが、まあ、LINE だろうが何だろうが、まあ、い,いろんなことでもできちゃうわけですよね な、はい、りすまし詐欺みたいな形で,でじゃあこの時に考えたのが、あのー、デジタル AI はますます進むんですよ。そして文章がちょっとたどたどしいんですけれどもあんまりちゃんと読まない人は私の顔写真が使われた私のメインサイトで使ってるヘッダーそのまんまでしたしその文章がもしも美しく綺麗に書かれていたら。 もっと信頼されちゃったはずなんですよね戸惑うこともなくあと多分私の予測値なんですけど自分もチャット GPT を使っているのでそのチャット GPT の精度がめちゃくちゃ上がってくると私が普段書いている文章普段書いている内容場合によっては YouTube のしゃべりこのしゃべりも解析されて。 いかにも私っぽいい文章をきれれにに作るるようになる時代はそうすると私が読んでもそれって私だよねっていう内容にもしもなったとしてそして写真がそこについていてここにあの「プレゼントです」とか「登録」とか言ったら普通に登録しちゃいますよね皆さんみたいな雰囲気なんですよ。 まあ、じゃあその時に何か本人っぽくないあれなんか話が違うなっていうふうに思った時に私に連絡くれればいいですけれども、まあ、私より縁が遠いような人とかだったらどうしますかねっていう感じですよねそのまま登録しちゃう可能性が高いですよね。私の名前語られて それでなんかちょっとね信用落ちるようなこともされても私もマイナスだしそれで本当に実害を受けちゃった人がいたらその人もマイナスだし、まあ、詐欺師だけが喜ぶみたいな感じなんでしょうけど、まあ、でも誰でも巻き込まれちゃうこの不思議な残念な内容なんですよでさっき言ったように私の写真勝手に使いますで、えー、っと文章も私っぽくなります AI でもっと進みますからね そうなると私もう一つ考えたのが、えっと、じゃあ今度メッセージを打つときに動画私が喋った動画を撮ってこの声で言えばテキストよりはそんなの真似できないだろうって一瞬考えたんですよだけど一瞬であそれもできちゃうって思ったんですななぜららば私が写真から 自分の声を吹き込んだものを写真に喋らせるっていうことができている,いる技術を自分でもうできちゃってるので,でそれを今は立体にして動画にするに私の顔のこの辺りとかこの辺りとかこうスキャンいっぱい撮ったのを入れてそれで声と合わせたら初めて。 その映像を作れるから今はそんな簡単じゃないんですけどこれもめちゃくちゃ進化が進んだら私の顔をスクショいっぱいのサイトから撮ってきて角度変えてやってでそうやって喋らせるような動画作ってでその喋りの台本もいかにも私が動画とかで喋っているような内容とか文章で書いてある内容を撮り私の声もそこから撮って IUAO とか,なんかそういうのをこう解析して分析して。 その動画を作って声まで載せたらも,もっと私っぽいんですよっていうか私の動画が私であることをそんなのが当たり前に簡単に動画作れるようになっちゃったら私が私であることの証明ってどうすんのってすごいね今回考えちゃったんですよね。これどう,どうします皆さんだったら <laughs> あのそこまでだってできちゃう可能性もあるんですよ下手すると1年以内ですいっぱいこうやってね動画撮ってますけどまねっこはできますよだってチャ,チャット GPT で私のこと解析させたらどういうこと喋りそうかっていうのも分かっちゃうじゃないですかじゃあこんな時どうするんだろうって思ったのがやっぱり皆さんが通報をくださったのがちょっと自分の中ではヒントになっていて なんで通報をくれたのかって言ったらそれは普段の私と触れ合い普段の私の言動をよく知っていていやそれ言わないよねっていうような性格レベルまで把握している人たちは引っかからないんですよ。ということは私は今後どういうふうに振る舞わねばならぬかと思って。 まあそれがお客様なのか友人なのか知人なのかは別としても私が私であるという、まあ、性格とかうんセリフとか思想ですね考え方思想、まあ、それももしかしたらデジタルに真似されるのかもしれないんだけれども、まあ、それでもですよゼロ発信はここじゃないですか。 発信しない領域の頭の中にあるものレベルはデジタルで再現しようがないですよね。だからより思想とか考え方を理解してもらえるような発言を普段からしているかっていうことですね。だから一番が言葉そのものじゃなくて思想とか考え方のプロセスを共有できている人がどれぐらいいるかっていうことが 結構大事だから語るるる伝える理解すすっていうことですよねあと2つ目がやっぱりあのコミュニティとかですね近い距離感で付き合える人を増やしていくだからこの人ってこんなこと言わないよねっていう詐,詐欺の人がいかにも言うそんなことは言わないよねっていう信頼感で成り立つような状態を作るということ。 タ子さんは言わないよねだったらそんなサイトにカード番号を登録させるなんてありえないよねっていう結論になったらやらないはずなんですよ。まあ、巧妙にやられればもしかしたらやっぱりやっちゃう方はやっちゃうかもしれないんですけどね。でも今自衛でできること自分で防衛するっていうのができるとするとより 私ってこういう人ですよねこういう性格ですよねを明確に分かってもらえるように発信することとあとは地下近くにいる人に普段からどういう人なんだっていうことをより深く分かっておいてもらうっていうことこれがデジタルの AI の集客全盛時代のアナログ戦略ですねになるなと思っていて私めちゃくちゃデジタル好きですよ楽チンだし。 あの効率的になるからチャット GPT もよく使ってるし動画をあの編写真から自分を動かして動画を作るっていうやつも作り方アバター的な作り方も習ったら面白くてやってますけれどもそれがゆえにそのこ,うこういうふうにしゃべる私だって簡単に作れちゃうわけですよね AI で,で。そうなってくると もっとこう深いところとか心の領域で付き合っていくようにしないとやっぱ騙されるなあっていうそれがデジタル全盛時代のところのネットリテラシーも含めてあと人をどうやって見るかっていうだって変な話ですよ今これ私ズーム機能を使いながら録画してるんですけどズームの向こうにいるあなたの向こう側にいるその人は本当に。 生身の私かど怖くないですかって <laughs> 私ちなみに私今生身ですけどね、はい、それがなんかできちゃうとあのいろんな意味で世界が変わるっていうか生身の人間本当は何人いるんだとかいう世界観でみんな実は綺麗なアバターとかねずっと年を取らない人とか 実際はもうあの今にも死にそうな状態でって言って苦しいっていうような状態でもその動画の中ではキラキラした美しい姿のまんまっていうことだってありえちゃうわけですよね。だから、まあ、あの対処が正しいかどうかは別として自分の頭の中のものまでは。 言ったものに対しては分析解析ができるけどゼロベースのものは理解はできないっていうところで言うとやっぱ思想の方向性ですねそこまでを伝えていく深さが今後は必要になるんだろうな AI が表面的なものをなぞるからって思ってますあと心の部分ですよね。でより近しい人親しい人としっかりつながるっていう <laughs> 面白いですね。あの ビジネス上とかでめちゃくちゃ便利なコンピューターが発達すればするほど人と人とのつながりを強くしないとそれに騙されてしまうような状態になってしまうというなんかちょっと皮肉な感じなんですけどきっとそういうアナログがこれからの時代必要なんだろうなっていうふうにあの考えてます。まあ あの皆さん的にどう思いますかっていうのも含めてなんですけど、まあ、私がだから現状をあの、まあ、動画で、ね、ご,ご回答するっていうのはする可能性はあるんですけどいや動画も簡単に作れるんですよだから、詐欺の人が私の写真を入手して喋るサイトで使って私の声を解析したものをそのテキストを入れて喋らせるように作ればですね、まあ、面倒ですけどできなくないんですよ。 <laughs> だから、あのー、そういうことを考えるとよりなんかアナログ的に、まあ、深いところでつながっていくっていうのがそういうのを防止する上でもいいし自分がどうあるべきかとかどういう人と付き合いたいかっていうこともきちんと伝えていけるっていうのは、まあ、やっぱりアナログの領域なのかなと思うので。うーん まあ変な話、その詐欺の話はさておきやっぱデジタル的な付き合いをする、えー、と 1, 対多1対100とか200、300、1000とかっていう付き合い方の領域の商品サービスとあとは10人、20人の超密な、まあ、値段は高くなりますけれどもそちらでお付き合いをしていくというタイプの商品とその二極化したものを上手に自分でミックスしながら。 事、まあ、業計画組んでいくんだろうなというそういう感じになるからより事業戦略難しくなるなっていうふうに思いましたねデジタル AI で集客が楽になる反面こういう詐欺も増えるからですね。 はい、だからあの基本大前提としてネットリテラシーですね怪しいなと思う緩和磨こうっていうのはあるんですけれども、まあ、あとはね親しい方だったら本人に確認するっていうのが本人と思われるサイトの本人にですけどね <laughs> その詐欺サイトの本人っぽい人に確認してどういう答えが出てくるのかそれですら結構本当っぽい答えが出てきたりすると。 なかなかね自衛防衛していくのも大変とは思うんですがまだいきなりは追いつかないと思ってるただ追いつくでしょうねっていうふうに思います動画も作られちゃうともうかなりリアルですよねえどうします私が「お金貸してください」とかっていきなり言ったらまずいですよね貸さないでいいですからね <laughs> そういうお願いの仕方は多分しないです あのもし本当に貸してほしかったらリアルで会います、うん、ちょっと話があるねな,ないけどないけどもしそういうふうにしたかったら多分リアルであってお願いするかなっていうふうに思いますのでだからそういう感じのよりなんかシンプルに生きていく必要が出てくるのが皮肉なものでデジタル AI 時代の内容なのかなっていうふうに思っています、はい、じゃあ本日の話をまとめていきます、えー、デジタル AI 集客全盛時代のアナログ戦略の進め、はいえー、とまず一つ目は、えー、デジタルが、えーまあ、流行っている時代だからこそ、えー、より深く自分の思想を伝える必要があるこれがまず一つ目のアナログですね。でえー、と二つ目は自自分が自分がであるとということを まあ証明するためにも普段から割と深いお付き合いができるコミュニティをしっかり作っておいてこうみんなで情報交換し合いながら「あの高橋孝子さんは嘘だよね」とか言うとみんなレベルで私に聞かなくてもみんなレベルでも違いよねが判定できるような人たちとの深い付き合いをしていくということが2つ目。で3つ目はやっぱり対面とかが高額商品とか あと少ない人数になってしまうのでどうしても時間が、ね、必要になってしまうので、まあ、その商品とあと多数の人数で、まあ、ノウハウとかを教えていくような商品と、まあ、この2つで二極化していく形にはなるかもしれないんですけど、まあ、そのバランスをとって融合しながら、まあ、お仕事を進めていくようになるかなというふうに思います。はいあのー、今回の事件を受けてですね これからの時代どうどうしようかなっていうのを考えて、今のところ私がたどり着いている結論をお伝えしました。はい、以上になります。それでは。